ちゃんやるちゃんちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。よいしょ、皆さんこんにちは。いつものラーメン屋の店主の翔さんと、県立大学のミッキーに来てもらって、いつもは、ね、山梨県甲州弁をね、バーってやたら話して終わりなんだけど、今回はちょっと3回目なんで趣向を変えて、ミッキーが新潟の子なんですけど、県外の方がちょっとこの前なんか甲州弁喋ってたら分かんないことが結構あったみたいで、で僕らが標準語と思って使った言葉が分かんないことが結構あって、なんだっけ、あのほか肉、魚、ほかっていうのが理解できなかったみたいで、あれ甲州弁なの、あ、俺なんかでも理解できなかった。意味は同じなんですけど、イントネーション、イントネーション、あー、イントネーションか。ほかはっていうんだっけ、ほかはほかって言うな、ね、だから そういう発見があるかもしれない、ね、で、まあ、庭でね、バーベキューしながら普通にこうして喋るんだけど、ちょっとそれをそれおかしいですみたいな、あ、はい、ちょっと気づきをそうだね、俺らわからんもんね。そう、俺らわからない。というわけで、あの今日も頑張って楽しんでいきたいと思います。はい、はい、もっとあれを入れロシ。え、マジかよ。え、ロシは何なの？ロシっていうのは、あの優しい言い方。入れロシね。もう食べロシとか。食べろ、あ、確かに。食べろじゃなくて。ロシね。食べなよ。あー、なよ。食べなよとは言わないんです。公衆人の人は、食べろって言うときついじゃん。で、ロシってつけると優しいじゃん。あ、でもそれを怒り口調で言うんだよね。食べ食えせみたいな。優しい言葉遣いなんだけど、口調が強いみたいな。ああ、結局それはどっちの意味だ。普通食べろしっていうね、やっぱね。アンデレシって何で、早く行こうよって意味で。何語なんですか、ウェルって。英語だよ。ウェル、大体とかさ、アバウトとか。なんでウェル、ウェルかもとか、ウェルだよ。なんでウェルいいよ、名前なんだからな。じゃあなんでミキって言うで。え、じゃあなんでミキって言うで。なんでなの。俺と一緒さ、あんなもんな。でも、初見かったじゃん。なんか文句あるだけ、メールの前に。うるせえ、マジで。そうそうそう、こういう感じ、こういう感じ。公衆弁ってね、なんかこう、はしょってるよね。全部くっつけてるっていうかさ、だからどこで切っていいかわかんないでしょ。英語ですね、もう。英語得意そう、山田。公衆弁はね、文法は英語で一緒だから。そう、行け前、向こうへ。あー、なるほどね。先移動しが行け向こうへ、英語で一緒なの。おー、意味はわかるんですけど、やっぱインターネーション、ちょっともろこし、さつまいも、ホタテ、ホカテ、もろこし、さつまいも、ホタテ、ホカは、俺らホカしか言われてない。山梨県のアナウンサーの人もみんな言いますよ、ホカって。あ、でも気づかんもんね、俺ら見てて。じゃあそれは県外の人から見るとおかしいんだ。一瞬でこの人山梨の人だなって思って。なんえや、いじこるって。今ちょうど真ん中にとどまってたじゃんけ。あの、炭少ねえなと思ってさ。あ、ほう。ホタテ食えしも。ホタテ食えしも、ホタテを。ホタテ食えし。ホタテに頭してえわ。これは楽しい。見ろし、この、これを。ホタテじゃんけ、これじゃん。いや、フライの色って言う。茶色色して山梨に来て驚いたこと、驚いたこと、山に囲まれてる。だから、はい、空が狭いなって山形のこと言ってます。うん、めっちゃ狭いね。ちょっと失礼かもしれない。いや、でも、ね、でもそれだって危険があるとか言うんだよね。わかるよ。おいしそう。いただきます。呼ばれてハンバーグ呼ばれるし、うん、何ごちそうになるってこと。ご自分で呼ばれる。ファンで呼ばれてくる。うん、あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。あと、うまっ。はい、だけど、楽しみな。やっぱり、なるいから、おすすめ。ファン。なるい。なるい、軽い。あ、軽い、飲みやすいってことかな。うん。今度のあるいで、そうだぜ。えと、なに？と、馬です。あ、俺一緒じゃん。だから、うち二回りだ。二回りやね。やばいね。来た。おなっちもだ。もうさ、しょうがねえで。どん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 。お姉ちゃんが今年20歳。チャンネが。チャンネ。ご主弁じゃねえよ、チャンネは。これ持ってけとか言うとき来て、うん、なんていうの。持ってけし。持ってけしって言うよ。うん、これ持ってけてって。
じゃあ多分これ新潟ばあちゃんとかいい持ってきてなんとかラーじゃなくてなんとかラッケさーみたいな、なんかあれねラップ系多いんやねラッケスワーみたいなラッセーラーみたいな違うと思う違う俺間違ってた今お年寄りの人になると相手のことあなたじゃなくて自分とかなんか言う自分のバンズラーみたいなね自分のバンズラーとかおまんのバンズラーねおまんか自分かだよねおまんか自分かで忙しかったよ、ね、私全然忙しくないんですよ私習い事したくてバイトをちょっとまだ考えてます一生これだけやってるってことそうですで聞いたけ最近の子はお嬢お嬢だ新潟のとこのお嬢か違いますねてってわかる驚きのてそうそうててて TV のてってわかるんですよ実っこばしも実っこばしないやけどするみたいなあやけどなんだせっこもじゃなくてせっこもは磯森じゃんせっこもじゃないせっこもじゃないせっこもじゃないノーセキュリティああ俺のソーセージがおら見よしおらあでせっこんでこらって超腹割って上杉謙信とかだよねだからそんなに信仰厚くない昔はライバルのクリア昔山梨県は塩を送ってもらったの上杉海がないから塩が取れないね岩塩が取れないから信仰心って言ってたけどさ新潟の人はあまりこう何上杉謙信に対しての信仰心みたいなのないいやああいう像とか立ってたりするの、うん、あそうなんだ、うん、甲府駅で500周年まであと何日みたいなねあまあ確かにね、うん、でもそれはいいとこでもあるしね、まあ、民から慕われてたと思うんだよね、うん、まあそれはもうさ、ね、あとなんか協力心が強いなって思うんですよ助けてあげようとかあの、うん、山梨県民はね入り口が結構狭いのよでも入っちゃうと早い、うん、その分都会が入り口が広いけどなかなか仲良くならないそっから先はあとハクビシンもあハクビシンがいるのあとキツネとか猿は出ますあ猿、ね、あとたまにトキがトキ、トキはすごいねいや、外から逃げ出したトキが空に飛んでるんです走れってことは飛べって言うしねえ飛べ、早く飛んでこう飛べ飛べって歩く、走る、飛ぶ最上級ケアル、ケアルはケアルがあとは帰って明日の朝また下がって早く終えて、早くペーパーに終えるってことは公衆便ではなく壊れるあの腐ってるトマトうん腐ってるトマトうわもうこれ終えてら終えてら終えてる不縁は動くたまに人間にも使われるあ壊れてるあいつ、あいつ、あいつ終えてるからあいつ、あいつ終えちゃってる頭ちょっと終えちゃってるなじゃあじゃあ行っちゃってると思うもう行っちゃってるぐらいナダル行っちゃってるんだよ行っちゃってるんだよ近いよおきっちゃんねおきっちゃんあれとは違うおきっちゃんはまだちょっとなんか愛着がある感じおきっちゃんだからしょうがないあいつ好きだからおあう終えてるはちょっとこうなんか本気なやつあーおえじゃあ使っちゃいけない公衆便所おまんこちんこじゃない全国的に言えば意味はなんて言うんですかでもお前おまんこっちんこっち、はい、こうこい、おまんこっちこうそれを何も知らない県外の人に言うとただの下ネタお前、生殖器の名前を2個並べてるだけですよ言われるんだけどいや、まあ、そうじゃないんだけどみたいな実際そんなはっきり言わないしねそのおまん、こっちこうだよねだから、ね、こっちこうこっちこうだよねうは入んない入んないうは入っちゃうとコンプライアンス的に出てくるとあのね、おきちゃんになっちゃうからそれじゃあおきちゃんおきちゃん楽しかったですか今日はあ、楽しかったいや、美味しかったあー、ダメだ、もう破裂喧嘩してるわけじゃないんだけど、県外の人から聞くとまるで喧嘩してるからね、まだ新潟もこんな感じあ、そんなそうなんだおばあちゃんとかもうというわけで、今日は県外の人入れて、ね、公衆便講座3をやっちゃいましたでは、では次回の動画でまた会いましょうまたねーバイバーイいいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 んまた見に